あらみなさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、D 払い20%キャンペーンと、4カード、そして楽天リーベルツを組み合わせれば、サンプル百貨店でお得な。 特典30ドリということで、今回は現在開催中の7月の D 払いの20%キャンペーン中なんですけども、まだ期間も少し残っていましたので、まあとある方法を使えばサンプル百貨店でのお買い物が特典3つ取れるということで紹介をしていきたいと思います。こちらのサンプル百貨店については後ほどお伝えします。 ま、結論から先にお伝えすると、まず図で表すとこんな感じですね。楽天リーベースを通してサンプル百貨店でお買い物。そして、D 払いにイオンカードをセットした状態で、もちろん別のクレジットカードでも大丈夫なんですけども、その状態で決済をしたら、これで得点が3つ取れるということですね。まあ、もしかしたら、LINE のペイ特債の時もじ同じような動画を作ったんですけども、要領としたらその時と同じ感じですね。まあ、ここからは順番に小分けにしてお伝えしていこうと思います。 まあそもそもこの楽天リーベイツなんですけども、これが結構面白くてですね、この楽天リーベイツを通していろんなショップでお買い物をしたら、楽天スーパーポイントをもらうことができるんですよね。まあ例えば今回ピックアップするサンプル百貨店というお店なんですけども、まず丸1ですね。楽天リーベイツのサイト、もしくはアプリを開いてもらって、まあパソコンでもアプリでも大丈夫です。そして丸2。ここでサンプル百貨店を選択します。 で、丸三選択したらこのような感じに、楽天リーベースを経由してサンプル百貨店でお買い物をすると、ここに書いてある通り3%という風に出ていってます。で、ここで楽天ポイントがポイントバックされますということですね。で、これが他のショップでも同様に楽天ポイントの還元はバラバラなんですけども、まあ少しでも楽天ポイントがもらえるので結構お得ですね。まあこれは LINE でいうところの LINE ショッピングにちょっと似てるかなと思います。そして丸四ですね。次に経由してたどり着いたサプ、サンプル百貨店なんですけども、 こちらも以前動画で紹介したかもしれないんですが、結構お得な商品がゴロゴロありまして、まあ、例えばですね、今の季節だとやっぱこちらのアイスですね。まあ、これも以前紹介したんですけども、明治のエッセルスーパーカップが24個入りで2856円なんですけども、1個あたりが119円ということで、これってコンビニで 買うとちょっと割高な商品なんですが、まとめて買うと結構お得なんですよね。ちなみに前回の LINE のペイ特彩の時に僕が購入したものはこちらなんですけども、ボックスの炭酸水を購入したんですが、1640円ですけども、1本あたりになると68円になるので、かなりお得にお買い物ができました。そして、このサンプル百貨店で好きなお気に入りの商品を選んで、決済するときがポイントで、お支払い方法に今回 D 払いを選択して決済します。 なので、冒頭でお伝えした楽天リーベイツを通して、サンプル百貨店でお買い物をします。で、そこで D 払いプラスイオンカードをセットした状態で、これで決済をしたら、先ほどお伝えした内容と一緒になりますね。 ちなみに特典3つ取りの意味としたら、まず楽天リーベースで楽天ポイントの還元がもらえて、そしてリー払いで20%のポイントの還元を受けることができます。であとは、イオンカードのキャッシュバックキャンペーンが今日からスタートしたので、イオンカードの10%から20%の還元を受けることができるということですね。もちろん別のクレジットカードをセットしてれば、そのクレジットカード分の還元を受けることもできます。 ちなみにですね、サンプル百貨店では500円引きにできる方法もあるんですが、こちらはですね、初めてサンプル百貨店を使う方限定なんですけども、というのも、こちらの招待コードを入力して、サンプル百貨店に登録したら、500円分のクーポンをもらうことができます。まあ、いわゆる割引のクーポンですね。500円分の割引のクーポンを使う場合は、こんな感じになります。まずサンプル百貨店でお買い物をして、 そして、500円分のクーポンを使うと。そして、D 払いプラスイオンカードをセットした状態で決済をすると。ということなので、こちらは楽天リーベーツを通すことができないんですけども、もし通さなくても500円引きのクーポンを使うという場合ですね。なので、500円のクーポン、D 払いの還元、そしてイオンカードの還元、これで得点が3つ取りということですね。もちろん、先ほどもお伝えしたように、別のクレジットカードであれば、そのクレジットカードの得点ももらうことができます。一応ですね、今回大きく分けて2つの注意点もありまして、 中には D 払いで決済できない商品もあります。ま、あこれはご自身で色々見てみるといいと思います。結構色々あるんで結構面白いです。そして D 払いとイオンカードの組み合わせができなくなるかもということなんですけども、これですね、ちょっと今ツイッターで噂になってまして、僕がイオンカードにですね、以前電話をして問い合わせた時は特に問題はなかったんですけども、ま、あできますよという回答をいただいたんですけども、もしかしたら D, D 払いとイオンカードの組み合わせができなくなるかもというふうに今噂になってます。まだこれは確定ではない なんですけども,もし DE 払いとイオンカードでで組み合わせて使う方はますまた僕の方でですね何かしらの情報があればまた動画にさせていただきたいなと思います、まあ、そんなコーナーで今回はサンプル100店にいて D 払いやイオンカードを組み合わせることでお得にお買い物ができますよということをお伝えさせていただきました下の概要欄にサンプル100店の招待コードを載せておきますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました